白菜の野菜炒めを作ってみようと思います。白菜は4分の1個、芯を取ってざく切りにします。ピーマン1袋5個ぐらい、種を取って切りにします。人参2分の1個、5センチ幅程度の短冊切りにします。玉ねぎ2分の1個、くし切りにします。合わせ調味料を作ります。砂糖を大さじ2分の1、みりん大さじ1、酒大さじ1、醤油大さじ1、そして味噌大さじ1。とりあえずうちにある調味料全部混ぜたらどうなるかの実験的に。フライパンに火をつけて、ごま油、油が温まったら野菜の硬い部分を入れます。はい、全体がしんなりしてきたので、合わせておいた調味料を入れまーす。はい、アルコール分が飛んだら出来上がりです。器に盛ったら完成でございます。はーい、ではいただきます。うん、うまいね。醤油をもっと多めに入れてもいいかもしれないな。一応うちにある調味料全部混ぜて白菜で野菜炒め作ってみました。ホイコーロー風になるかなって思ったんだけど、ちょっと優しいお味でございましたな。参考にしていただけたら幸いでございます。いつも見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた。バイナラー。